あそこに人が、さっきおらんかったよね。え、おったっけ。どうも。猫カフェ営業中、いたわ。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、早速、夢見え。このまま眠りにつこうかな。眠ります。今回ちょっとね、綺麗めな感じのコーデにしてみた。どうでもいいけど。ほい、ジャム島に到着。さあ、目を開けてくださいな。あなたは今、ジャムという島の夢を見てらっしゃるのよ。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度横になってくださいましね。それでは、魅惑のジャム島をご堪能くださいます。ふぅ、ってことで、風が強いっすね。お、クマやクマ。ちょっと待って、私の顔が見えない。いや、どうでもいいけど。クマちゃん、やき、ほんわかした雰囲気が出とるね。結構家とかは、あ、散らばってある感じなんやね。でもなんかすごい全体的にバランスいい感じ。え、てかなんか、わかる？地形ものすごい好きなんやけど。なんか、すごい細かく細かくっていう感じやね。ほうほう。ということで、ちょっと旅立っていきましょうか。お！あ、この案内所の隣に、黄色の風船と、はしごが。なるほど。風船持っていこうっと。風船持って観光気分。もうなんかね、地形を見てわかるけど、水場がめっちゃ多いのと、なんか、多分水の上にこういう感じの地形が結構あるってことだよね。ポンポンポンと。なんかおしゃれな感じね。誰やっけ？ナターシャやっけ？お、合ってる。あら、どちら様？見たことないってことは新人さんかしら。ま、そんなこと、夢の中ではどうでもいいんだけどね。やるわね。何もやってないっすよ。何もやってないけど、まあまあまあ。あ、綺麗な蝶。やっぱりこれあれなんかな？その一ところにさ、ずっとその蝶がおる景色みたいな感じのを表現したくておくんかな。ん？これは温泉として捉えていいのか？え、でも滝が流れてきよるけん。池的な方で考えた方がいいんかな。お、ひこりのおじさん。なるほど。小人さんがお芝居をしよるってことなんかな、これは。あ、こっち側に家があるっぽいね。びっくりした。お、あ、ここにもなんかちょっとした水があるんやね。へぇー。デザインとしてああいうの入れるのすごいな。あ、なんかすごい良き、あったかい感じ。はい、お邪魔します。おー、クマさん。やっぱ中もあったかい感じなんやね。まあ、季節的には多分、秋から冬にかけてっていう感じやん。だけん、ちょっと肌寒くなってきたってことかな。おう。ね、暖炉があって。全体的な色味とか全然考えてないや、私。あ、なるほど。作業台とかもすごいおしゃれな感じなんやね。え、これ普通に使える作業台やろ？え、多分そうだと思う。はい、それじゃあ左の部屋へ。お、お風呂場。さ、私今ね、この間やっと地下室ができて、地下をこういう感じにしたいと思ったんよ。お風呂とかトイレとか、あとなんかアロマ的なスポットにしたいと思ったんやけど、うん、全く違うな。これが理想。そして現実の私の部屋は、うん、うんって感じ。なんか、なぁ。どうしてこう、うまくいかないものか。いいな、やっぱ。センスがある人というのは。ね、私さ、なんか、この小さいラグとか、なんかめっちゃ同じものばっかりもらうんやけど、何かの嫌がらせですかね、ローランからの。はい、それじゃあ、奥の部屋へ。お、奥は、ここは、キッチンということでいいんかな？ほうほうほう、なるほど。あ、暖炉こういう感じで。すごい。確かに裏向けて使ったらこれ、なんかカフェとかに良さそうな感じもすることない？なるほど、表向けて使うことしか考えてなかったな。そういう使い方があるのか。
みんななんか、ね、なんていうん？こう、見立て家具とか、そういうのなんか、うまいよね。まあ、これは見立てというか、まあ、反対向けておきましたよってことなんやろうけど。え、すごい。私、なんか、それはもうそれとしてしか使えんけんな。はい、そして、右側の部屋へ。あ、右側、ここリビングってことかな。あ、いいな、このモフモフラグ。そして、ここ猫ちゃんスペースってことやろ？え、暖炉の色がかわいい。なるほど、こういう色のもあるのか。え、なんかこのクロスも、熊柄。私もなんか、猫ちゃん、の生活スペースみたいなのは作ってるけど、このモフモフラグいいな。モフモフラグ置きたい。ね。いい感じじゃねえか。あ、私もこれこの間ゲットした、あのなんか、吊り下げられてるやつ。ちょっと名前忘れたけど。なんか、リアルの生活感があるね。はい、そして、2階へ。お2階は、なんかでっかいクマちゃんが。あ、おしゃれっすね。なるほど。めっちゃおしゃれっすね。私もなんか、集まりの中ではめっちゃ、あ、白いのいいな、この帽子。あつ森の中では結構、まあ、今回被ってないけど、こういう時に限って。しょっちゅう帽子被せよるけど、リアルの私は全く帽子を被らんけんね。なんか、邪魔と思ってしまう。ね、髪の毛も日焼けするとか言うけんさ、被りたいんやけどね。なんか、なんて言うん？汗をかくというか、途中で外してしまいそう。でも外したら外したでね、ぺったんこっていう髪の毛。はい、それじゃあ地下へ。あ、地下はなんかちょっとくつろぐスペース。あ、なんか、執筆とかもするんすか？素晴らしい。昔はなんか、どれぐらい？中学生ぐらいの時は、ちょっとなんか、そういう文学的な詩を書いたりとか、そういうのすごい好きやったんやけど、いつの間にやらそんなこともしなくなって。靴下って床に置いたらああいう感じになるんか。え、壁にかける以外もあるってことか。床に置くっていうのが。なるほど、なるほど。あ、学生さんなんかな。あ、レポートってこと？学校のレポート？なるほど、なるほど。そういうことか。めっちゃおしゃれやん。一人暮らし？大学生ぐらいの感じかな。お、メガネが壁にかけられている。てか、超照明あるね、なんか。ほら、なんか横に一個と、後ろに一個。前はないか、さすがに。ほうほうほう。自転車。これは別に普通に通学とかに使う自転車かな。趣味っていうよりは。はい、お邪魔しましたー。庭もすごい広々とある感じやね。一応ここがまあ自宅ということで。キノコ生えてるキノコ。これは普通に秋になったら生えてくるキノコかな。鳥森の時とかも結構ね、いろいろ生えてきとったよね。お、タケノコ。あ、そっか。丸太の上に乗せとると思ったけど、これ前デザや。あ、そしてここで、お裁縫を。なんかね、なんて言うん？手芸センターみたいな。手芸コーナーとか、見るのすごい好きなんやけど、ただな、なんかね、綺麗な布とか、可愛い布とか、めっちゃテンション上がるけど、それを確実に何にも活かせないという裁縫とかできねえ。あ、ここから海を眺めるといういいっすねー。そして軽くね、ちょっとピクニック気分で、よきよき。で、ここのさ、家の前の部分のこの石、これはあの、たぬきちのところで、あれでつけるってことかな。私もそういうのつけたいんやけど。お、そして一番奥。ここは一応図書館。外でも読めるようになったんやね。おう。あんまりこう、外で本を読むっていう経験がないけど、どうかな。どうかな。まあ、図書館とかね、図書室とか、
室内で読むぐらいしか。一応本持ち歩いたりとかはするんやけどね、普段。カバンに入れて。ただそれも室内で読むかな。グミちゃんの家。あ、君じゃないのね。君のお家ではなかったのね。なんかさ、似たような顔の子。あ、いや、今想像したけど全然似てなかったわ。ミントちゃんってなんかもっと目でかかったっけ？お。そして、なんかこっちの先に。ここは、アロマショップ。おー。あ、でもこういうのって、結構なんか、アロマ系のね、外に置いといてる人いっぱいおるよね。現実で外に置いたらなんか、こんだけの数やったらかき消されてしまいそうな気も。あ、でもあれか。結構室内とかでさ、アロマとか、私香水とかすごい好きなんやけど、香水、めっちゃテスター嗅いだりとか、試しでシュッシュッってやったりするけど、あ、これあれ？鳩のやつ？クマちゃん。あ、でもなんか、いろいろとね、匂いが混じってしまうんやけど、外やったらあれか。一瞬ちゃんと匂って、すぐにかき消してくれるけん。そういう匂い系売るのには外の方がいいんかな。すぐになんか次の匂いに行けるみたいな。まあ、ずっと嗅ぎよったらね、嗅ぎよったで、ちょっと鼻がおかしくなるんだけども。麻痺してくる。最近なかなかいい香水に出会えんのよね。まあ、もう私の中では固定でずっと好きな香水があるんやけど、新たな出会いもないかなーと。あ、ここキャンプ場。いいっすね。みんなあれなんよね。キャンプ場ってわざわざここの上に上がってここにテント立てるってことやろ？なぜ地面ではいけないのか。なぜ地面じゃいけないのか。あ、こっちの方にも。お、露天風呂もあるよ、ここに。露天風呂もあるよ。いいね、いいね。この辺休憩スペースでいろいろと遊べると。ん、こっちの方は？ケーキとかも置かれて、ここで焼いたもしかして。そういうこと？めっちゃいいやん。あ、あっこには、あっこでは釣りもできるんやね。うん、うん、うん。あ、そして、あ、どうも。猫カフェ営業中。お、ここは猫カフェ。よき。あ、外でも、外にカウンター？めっちゃいいやん。こういうね、なんかカフェとかは外でも楽しみたいなって感じするな。まあ、私、屋内の椅子しか使ったことないけど、基本的に。はい、猫カフェ。店員さんかな？あ、そっかそっか、猫カフェって言ってもあれなんか、一応猫ちゃんいますよって感じにはなっとるけど、猫家具はなぜ集まりでも増えていないんだ。ねえ、なんで増えてないんだっていう感じよね。絶対新しいのでは増えると思ったのにな。あ、奥のスペースはこれからって感じかな。猫ちゃんと遊ぶスペースとかになるんかな。はい、そ、おっとっと。よし。はい、お邪魔しました。はい、そして、さっきちょっとこっちも行こうとしよったんやけど、は、入れねえ。どこから入ればいいっすか？ここか。ちゃんと入るところあったのに。はい、ここがアイスクリームショップ。え、なんかこのメニュー看板めっちゃオシャレじゃない？え、見たことないんやけど。私んとこなんかさ、ハンバーガーみたいなのとか、あとカフェっていう感じのしかなかったんやけど、なんなんこれ。めっちゃいいやん。海の家とかにちょうど良さげな感じのね。おしゃれ。私もこの看板が欲しい。超欲しい。アイスクリームショップ。もうね、肌寒くなってきたけど、アイスクリームは、うん。いつの時期食べても美味しいから。いやー、寒い中ね、こたつとか、暖房のガンガン効いた部屋でアイスクリーム食べるっていいよね。はい、そしてここがレコードショップ。いいっすね、レコードショップ。行ったことないけど。普通に CD とかしか見たことないけど。なんか私が持ってないのばっかり。私これしか持ってない。なんていうやつ？フォレストライフって書いてるけど。
あ、で、こっち側がアクセサリーショップ。小さいお店が点々と。何これ？あ、鏡かな？鏡の裏側？とりあえずなんかこう、撮って、ここで試着して、みたいな感じかな。私は結構、あれを、なんていうの？よくある、チェーン系の雑貨屋とかにある、300円ぐらいの、ああいう、ちょっとおもちゃっぽい感じのアクセサリーとかがすごい好きなんやけど、可愛くない？あの、指輪とかもさ、ちょっと大きめの飾りとか、リボンの飾りがついた指輪がすごい好きやったんやけど、なくしてしまったんよね、つら。そしてここにたぬき商店。おぉ。あ、なるほど、ここで、ちょっと焚き火に当たっていったりとか。あんまり近づいたら風船が割れそうな。お、小人さん。どうも。あ、で、こっち側に。ここは、靴屋さん。お、いいやん。シャンク。シャンク。お店があるよ、ここに。もうこの島住んじゃえよ。ねえ、なんか今まで出てきた子たちもさ、みんな住んでほしいよね、島に。うん、あそこに人が、さっきおらんかったよね。え、おったっけ？どうも。猫カフェ営業中、いたわ。え、めっちゃ移動してきたね。ここで猫カフェ営業中って言われたら、ここが猫カフェかと思うよ。あっちやろ？あっちの下の方やろ？なんかみんなね、飛び盛りの時に比べて、自分の家付近を歩いてくれよるわけじゃないけんさ。ね、ちょっと、すごい奥まったところに家が。ん？そしてこんなところに、小さなアトリエ。あ、で、この上がこういう感じになっとんや。へぇー。なるほど。そしてこう降りれん場所もね、ちょっと小さく、水が溜まっとったりとか。いいね、いいね。あ、この横のやつは、絵の具洗い流したりとかするところかな。蛇口がちゃんとある。なんか学校では流しちゃいかんって言われるけどね。全部なんか家で流しなさい、みたいな。家ならいいんかよって感じやけど。で、今思えば。そしてここが果樹園ね。いろんな果物がいっぱいある。この樽の中には、あれかな？収穫したやつが入ってたりとかするんだろうか。んで、さっきからね、ちょいちょい、うおー、びっくりした、超飛んだ。めっちゃ飛んだ。ちょいちょい気になっとった。あっこに、ま、星を見るスペースがあると。なるほど。あー、あれ椅子か。ラタンのやつかな。あっこから、ま、夜寒いけんね。秋とか寒いけん、まあ、火に当たりながら夜空を見上げると。よき。ん、ここには座って、いいね。果樹園で採れたフルーツ使えるってことかな、これ。フルーツジュースサーバー。よき。その場で絞って飲めるとか。めっちゃいいっすね。私もあの果汁 100% のジュースとかめっちゃ飲むけんね。え、こんなところに。こんなところにあの、何？ほら。何やったあれ。スプリング遊具が隠されていた。あの、馬のやつ。んで、あ、なんかあっち側にも家あるね。あんなところに小人が。なんか高いところに。あ、ここに博物館。なるほど、なるほど。こんなところにね。あの、さっきの後ろにあった家はこっちから回っていくんかな？いや、まあ一応、はしごで行けるとは思うけど。待って、こっちの方は。あ、一応通れるのか。お。なんか不思議な感じ。お、飛んだ！どこがどうなったんかよくわからんけん、すごいびっくりする。まあ、はしごを使ったら多分簡単に。よいしょ。そして、ここにお花屋さん。いいね、なんか、いろんなお店がある島やね。よきよき。家もなんか緑で。そして、植物に関するお仕事をしていると。よき。
お花屋さんって言ってもなんか花を直接置いとるわけじゃなくって、なんか、あれだよね、種とか苗とかを置いとる感じなんやね。なるほど。で、さっきの、ちょっと待って、あっち側の、ここから行けばよろしいかい？ん？降りれる？お、行け、あ、こっから。飛べい。ふぅ。はい、ここに、まあ、なんかちょっとした、降りれてなかった。これ二段目まだ。これ二段目じゃね？ちょっと待って待って待って。この辺、ね、降りられるところは、ここか。おう、下は水だ。下は水じゃねえか。まあ、一応動物の家だから、ここからでも良きかな。まあここに、隠れ家があるということで。すごいな、みんななんか、ね、いろいろと、楽しい要素を、満載という感じ。お、降りたかったのだけれども。こっちから抜けた方が早いか。そして、は、左側の方まだあんまり行ってないよね。こっち最初の方に来たところやろ。あ、靴屋さんも、靴屋さんすぐそこに見えとったんやな。ここ下は？あ、たぬき商店ってここか。なるほど。あ、君さっき話してないんじゃない？グミちゃんかわいい。グミちゃん推し？結構高い位置にあったよね。右上の方の図書館？あ、ここグミちゃんの家やったよね。あ、ここは公園。なるほど。公園に積み木系のおもちゃが。そして、ブランコ。めっちゃ揺らそうとしたけど揺れんかった。そりゃあそうか。こんな感じで。あ、左右にあるんやね。私、この砂のお城はもう浜辺に置くという。何？考えしかなかったんだけども。お、そしてここが養蜂場。結構みんな養蜂場作ってるな。まあ、確かにこの養蜂箱？みんなそうかは知らんけど、一番最初に、ね、あの三人の家を作れ、みたいなやつで、作らされたけど。あ、こっちさっき行ったとこやね。あ、で、こっちがお花屋さん。あ、なるほどなるほど。ここなのか。さっき上から通ってきたけんね。ここ。お。そして、ここは郵便局。なるほど。なんか海外の郵便局ってさ、ここは別に海外なわけではないけど、っぽい感じで。海外の郵便局でなんかかっこいいよね。わかる？わかる？あ、こっちにエイブルシスターズが。外に並んどる服も秋っぽい感じやね。かわいい、こういう感じの服着たい。持ってないけど。これ左の服好き？いいね、いいね。でも私はきっと、これにスカートとかね、なんか無地のスカートとか合わせたらかわいい感じするけど、私は多分、デニムのパンツを履くんだろうな。と思う。いつもそうやけんね。で、ここが仕立て屋さん。あ、なるほど。エイブルシスターズの向かいに仕立て屋さん。ほうほうほう。あれ、ケイトさんとかもここで働けばいいのに。え、これ、足元もちゃんと動きよんやね。ミシンのやつ。すごー。なんかついこの間、ツイッターで、この、なんかこういう感じのミシンのさ、画像が回ってた。なんか古いやつで知り合いからもらったみたいなの。すごくない？実際に、なんかパッと見てさ、すごい動物の森やって思った。めっちゃ思った。あ、ここは作業場かな？みんな結構いろんなところに作業台とか置いとるよね。まあ、その方が効率いいんやろうけど。私最初の頃、ちょっとさ、ドラクエビルダーズみたいな感じで、ちょっと持ち歩いたりとかしよった。あれ、ここ狸商店、戻ってきたぞ。え、戻ってきたぞ。
こっちレコード屋さんよね。ちょっと待って、私は左の方に行きたいんだ。あ、ここが飛行場か。うんうん。お、で、こっちの浜辺。ここはまた休憩スペースね。お、すごい、真っ白な木馬や。真っ白。ちょっと水色なんかな。いや、白すぎてそう見えるんか。いや、よくわからん。でもそう、なんかすごいいいね。真っ白で綺麗な感じ。なんか横のイカまで綺麗に見えてくるよ。あの紐の。で、そして、こ、あ、なるほど。川が流れとったんか。見えてなかった。で、こっちの方に、お、結構飛ぶんやね。こっちの方に、行きますと、おー、いいね。え、小人さんが作ったの？この人参のケーキ。かわいい。あ、なんか竹のやつってさ、緑だけじゃないん。なんかめっちゃ、渋い感じの色に。なってる。ね。あ、で、ここでウクレレを弾きながら、ゆったりゆったり過ごすと。このスペースを活用したいなと思いつつ、何も活用できていない。ただの飛び込み場になったんやけど、私。そしてここがね、レジャー施設ということで。あ、綺麗、めっちゃ綺麗。ほら。ここが白のお花畑。めっちゃ花つぶしよるけど。でもちゃんとね、これ、道があるけん。え、超綺麗じゃない？ふぅ、映えるー。ちょっと上から見た方がいいかな、このぐらいから。ね、いいね、超綺麗。くねくねした感じも。お、じゅんくんおるやん。どうも。お、なんか外に。こんな場所が。こんな場所が。一応ここはサロンらしいよ。なるほどね、まさかの外での。なんか結構、ね。あ、この辺一帯でおしゃれが全部完成する感じなんかな。こっち、ね、エイブルシスターズあって、で、こっちにサロンがあると。ここを、何？服装も、髪型とかも、おしゃれ意識が全部ここでバッチリ整うというの、いいね。こっちは来たところかな。来たね、見たね。あ、で、そうそう、お花屋さんがあって、めっちゃ青い。超青い家や、ここ。ね。すごい青いよ。はい、そして、ちょっと待って、こっちの方の、スペース。あ、で、ここに、プールがあると。こう、こう、こう。浜辺にも花植えた方が綺麗な感じするかな。なんか浜辺ね、すごい何にもない感がすごいよね。あ、かっこいい、この樽。これじゃないよ、この石じゃなくてこっちの樽。なんかちょっと海賊の模様があったけど。こ。そしてここが娯楽施設。こんなところに。なにこれ。待って、ここなんか囲碁があって、で、サッカーゲームやろ？で、これまあなんかよくわからんけど、なんて書いとん？ベース、わからん。まあとりあえず、ベースボールかな。普通に。で、これは何？これ。人生ゲームかと思ったけど、なんか対戦系のゲームっぽい？なんかデッキみたいなん組んどるよね。すごい、ああいうのあるんや。はい、そして、お、こんなところから抜けられる場所が。そして、一番端っこには、お洗濯屋さん。海の水で洗っているわけでは、ないよね。ないよね。おー、いいね。輝く白。綺麗。なんか洗濯物の CM とか、あ、こっから入れる感じ？隠れ家のとこ。洗濯物の CM とかね、洗濯物の CM。洗剤の CM。てか、白さが際立っとるやん。はい、そしてここがプライベートビーチ。よき。プライベートビーチ何？お宝置いてるんすか？
めっちゃお宝置かれてるけど。あ、これたー来たよ来たよ。なるほど、こっちから入れるのね。ここの、ここの人のビーチってことかな、あっちのプライベートビーチは。そういうことではない？後ろめっちゃ、あ、そしてここから出てくるんやね。星の見えるところに。ほうほうほう。全部繋がってる。裏のこの見えにくい場所。あ、で、こ、あ、なるほど、ここに出てくるんや。ほえー。ほえー。後ろは全部繋がっとんやね。うんうんうん。待って、帰りたいんだけど、こっから帰れますか？よし。という感じで、めちゃくちゃ細かく細かく、ね、なんかスペースがあって、よき。待って、広場に戻りたい。どこでしょうか？こっちから行ったら戻れる？なんやろうな。みんなすごい、なんかこういう感じで、小さく小さく、いろんなお店だとか、スペースを活用しとるけん、それでより一層施設数が多いけん、島がより一層ね、でかく見えるってことなんかな。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやでも多分そういうことよねいろんな施設ありすぎるぐらいあるもん。島が広く感じるわけだな。うち全然ないもんね、施設とか